早く早く、とどめさせて、立ち上がるよ。よし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 。おー。よし。どうしたどうした。りーちゃんです。お久しぶりです。次です。はい。今日はこの2人でフォートナイトやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあやりましょう、やりましょう。いいんすかこれ。あ、いいんすか。どうぞ。ギフト届いちゃってますけど、どうぞどうぞ。じゃあいただきまーす。ギフトが届きました。はい、バトルパスアップグレード、はい、アンロック、ありがとうございます。はい、どうぞ。ということで、まあ、ズケさん初めてねバトルパス買いました今回ね、はい、このシーズン入ってで初めてなんですよ、はい。そう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 、このシーズンチャプターか、チャプターだから、このウルヴァリンとかアイアンマン、ドゥーム時代初めて。そうだからこの前の撮影の時に初めてアイアンマンになって、初めてアイアンマンの装備してやった。あと他にもいるんでしょ。いるで、うん、で一番強いやつがおるんよ。何が強い？ウルヴァリン。はあ、ヒュージャックも俺と誕生日一緒だから。これどこでも言ってる。誕生日いつなんですよ。俺ヒュージャックも一緒。大丈夫、あっちは年取らないから。ヒュージャックマンは確かに吹けないな。で、俺まだいまだにウルヴァリン一人で倒したことありません。え、そんな強いの？あ、マジで強い、マジで強いな。ことある？これはきつい。プラスだから探しても見つからないんよね。アイアンマンとかドゥームは俺とこ大体分かっていいんだ。その地域部屋の中やんか。ウルヴァリンのわけわからんとこ歩いてるから。はあ、固定の場所がないんだ。ない。スラッピーかウィーピンって感じ。ああ、そこら辺のどっかをこうテクテクしてる。そうそうそう。だからちょっとね、今日はカスマッチで入ります。はい。1対1で入って、ズケさんにねウルヴァリン強いよと。もしかしたらね、ズケうまいから普通にああワンチャン勝てる可能性は全然ある、全然ある。やっぱちょっと試してほしいって感じ。あと一緒に頑張って探そう。オッケー。とりあえず第一がそれね。カスマッチで1対1やけど、見つけるまで仲間やから。そうだから、俺がウルヴァリンに負けたら、リュウちゃんが勝手にビックロイで、俺ウルヴァリンに勝ってウルヴァリン装備でリュウちゃん襲いに行くから。そうねそうね、いいよいいよいいよ。俺もちゃんと武器を集める。ある程度持っといた方がいい。正直おすすめはスナイプとかなんて遠い距離の方がいい。近距離になった時点でかなり建築とかいろいろして頑張らなあかん。で、相手建築してこないでしょ。相手建築してこうへんけど、建築をガンガン削ってくるから。スラーピーどこだ？あ、そうか、もうこっからちょっと、そうそうそう、上から探すのは全然ありだから、川の中普通に歩いとったりする。あ、じゃあアメコミの版の黄色い、黄色いやつ、黄色いやつ、黄色いやつ。で、できればこっち方面でアンチ寄ってほしいよね。それさあ、もうすぐアンチは決まったか。おー、ナイス。これいいよいいよ。という回復スピンがないと思うから、これこのジュースとか飲んどいちゃう。待って、俺の方に足跡ある。え、早くない？今絶対足跡見えた。待て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 よ待てよ、焦ってきたぞ。ポーション溜まったら行こう。あ、了解。絶対とりあえず HP200 で。そうね、それが多分ベスト。でもアサルトに、いや SMG 欲しいな。気をつけろ。ああ、いるねいるねいるね。足音するね。多分バレんなバレんなバレんな。多分俺が歌う限り大丈夫だと思うんだけどな。いや、近所にいたらバレるんじゃないか。こっちの方向やな、多分まっすぐやな。これ本当にウィーピンに向かっていけばいいね。おった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 。木の裏におる。オッケーオッケー。木の裏とか、まあほら見て、ほら歩いとやろ。ほんとだ。いやだけどそこそこ時間かかるから、待ってよ。俺あいつ追いかけとくわ。オッケー、バレんなよバレんなよ。うん、怖え。いやマジで俺戦いたくないもん。そんなに強いんか。とりあえずおったおったおった。これ俺ほんま見つからんと企画倒れの予感もしとったからな。ああ、そもそもね。そうそうそう。歩いてる歩いてる歩いてる。まあふんだんに持っとこう。歩いてる歩いてる。こうどこだ？ああ、足音してる足音してるしてる。あ、見つけた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 。いましたいました。もう怖いよもう怖いよ。この画面で捉えた。俺の位置わかる？お前のところにや。それ見た右側、俺右側に。おっとおっとおっと、あれ付けや。オッケー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 。じゃあ戦闘開始。気づいた。ほらびっくりマークついて。頑張れ。頑張れ。やるやっててやってて。ああ。おお、やった。待て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 。待てよっしゃー、おーナイスー、すげえ。100だね、削られたんは。そうだね、よう耐えたな。うらー、いくぜー。やっべ、くそ、うせ近距離じゃこの野郎。うらーおらいうえー、マジか。どこに行った、どこに行った。これ装備してたら回復すんのか。どこに行ったんや、見失った。もう俺画面はもちろん見てないよ。自分の画面だけ見てる。見失った。足跡もせん。どこだどこ行った。え、どこに行った。マジか、よう倒したな。スナイプ見つかったのは熱いな。足当たった。やべっ、あー、よっしゃー、あぶねー死ぬかと思った。スナイパー100と SMG は多分ほぼ入ってたから200とかいってると思う。あ、マジか。うん、まっすぐずーっとって感じ。ダメージ量見たらいいんじゃない。プレイヤーのダメージ1300だから多分800ぐらい。ほう、俺150あって、150あってちょっと多分一発にあったから、多分900800ぐらいは多分ウルヴァリンだと思う。すげえな、これはすごいわ。強い。これ普通にちょっと削られてて、他に敵もいたら終わる。ね、あの距離で見つけなあかんから、うん、すげえわ。初めて見た、ちゃんと倒したん。一人で倒したん。いけるよ。すげえすげえ。あれね、しかも建築なしやろ。建築なし、打ち合い頑張って。頑張るわ。これはきついわ。あ、しかも近いね、さっきと違って 800m ぐらいでもいる。さっき1000何秒、1300600ぐらいあったからね、最短で。あ、マジか。遠かった、スラーピーは。あとはあとは、意外とさっきのあんなに速攻見つかんのはあれだな。あ、ほんまにレアだと思う。ラッキーだった。うん、いや、ストームが来るんか、ここで。勝負自体一瞬だから、始まれば一瞬だからね。え、あれ、そうちゃん。え、どこあれ、ちょっとサイトで見てみて。あれ、うわー、どこだあれ、ほらスラーピーのそっち側か。これ行ってみるわ、俺。オッケーオッケー。俺、あ、そうか、俺リトの画面見ればいいんだ。来た。当たってない、当たってない。いや、もう多分全開してる。いけ。あ、避けるな。避けるんかい。避けてる。すげえ雑魚い避け方してるけど。うわ、無理。いけ。頑張れ、俺当たってないって。うっそー。いや、ビクロ来ちゃう。やべえ。ああ、ビクトリーロイヤル。エイム。俺今車椅子乗ってこうやってプロフェッサーだったから。エイム。くっそ。どれぐらい削れたんだろうね。ダメージ量見てみて。844。金額近くあるんちゃうん。多分そうだね、1000かな。800で回復分じゃない。俺さっき1000何十ぐらい、1100いってないぐらいだから、リュウちゃんにダメージ出せたの。ああ、もう時間かかってるから。そうやな、回復分が多分。くっそ。ってか俺が見つけると思わなかったでしょ、お前。いやー、いけるよ。もう一回見に行ってあげよう。俺の探してあげるからマジあんなにサクッと俺に語れると悔しいよね。うん、悔しい。無理だと思ってたらいつも無理でいいけど、でもだいぶ、でもポンプある3回か4回が外してるもんな。俺外してる。いや、ポンプはほぼ当たってなかったね。1回ヘッド入ったんかな。いやでもエイムが悪すぎっていうのがな、俺はな、一番なダメなんだって。いや、だからね、やばいやばいで、建築がそもそも建築もやばいから、うん、きれいにできてるわけじゃないから、とりあえずなんか、とりあえず作ってみたいな。腹いせにやってるよやべやべやべ。踊ってる踊ってるうわくっそ。違う違う、こういう企画じゃん、こういう企画じゃん。ただ俺りゅうちゃん踊らせただけ。あ、近いじゃん、うん、俺 VPN 降りるよ。 OK。 どうあったんか出るんやろ。いやだって SMG だって絶対コメントで募集して、どれでウルバリン買ってますかね。もう SMG が 80% ぐらい。あとでもな、屋根の上から売ってしまうと、あのジャンプとか階段とか作られへんから結局、うん、あ、ウルバリンがそうそうそう、上に登ってこられへんっていうのがある。あ、じゃあ屋根越しに下打ちまくるとか。そう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 。ああ、ちょっとそれダサいからやめよう。そう、それは普通の俺は怠慢したいから、バトロアの時用の攻略で。今回はもう、今回はもう真っ向勝負で頑張る。地面スタートで。あ、いた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 。俺そっち？ウィーピンのね、端ぐらい。俺の画面を見てくれ。ここだから、この辺。マジか。ちょっと追跡するわ。煙見えた。ウィーピングッズの「う」の上の方に今移動、徐々に「う」の上。ああ、その先ぐらいかな。いたの、来たの、リュウジュ来た。あ、ここ、オーケー。ここ俺がいたら、なんかあっちの方、いた、ほら、おろろろろ。いた、見つけた。オーケー、頑張って。バーン。外れたくない今。当たった。おお、すごい。ちょっと俺近く。ほら、やって。ほら、おっしゃー。早くとどめさせて、立ち上がるよ。よし。おお。え。どうした。早くとどめさせて、立ち上がるよ。よし。おー。うえ。どうした。一撃。びっくり今。あ、982。やっぱ800ちょいぐらいありそうだな。ヘッドショット18回で。いやー、だからそれぐらい入れないときついんだよ。俺はプレイヤーのダメージ56だね。ヘッドショット7。おめでとう。俺の頑張ったよ、頑張ったよ。ビックロイだけどね勝利のように一瞬っていこう。頑張った、マジで。まあでも勝てたね。あんだけ近距離で当たったら勝てる。ああ、そうだね。一撃どれぐらい入ってた？ショットガンでしょ最初。60ぐらいで入ってた。しかも最初のはチャージショットで頭入って100ちょいだね。はい。あとは SMG 打ってたの。コンバット、チャージ、コンバットみたいな。はあ、もう完全エイムだね。きつい。これエイム連になるね。なるかもしれない。みんなあれ、カスタム屋であれだ、クリエイティブでウルマリン召喚して勝てるかみたいな、近距離戦のエイム勝てるかみたいな練習にはなりそう。下手に建築せん方がいいかもしれない。うん。オッケー。おめでとう。ありがとうございます。すごかったね。もう次回からね、ウルバリン特攻してね、ウルバリンの武器ゲットしてね。確かに回復いらなくなる。いや、回復いるか。一気に回復できないから。まあ。あ、でもポーションも必要か。あ、シールドだけならないんだ。そう、シールドだけ必要かも。はい。よかった。お疲れさん、ありがとう。どういたしまして。勝てる希望を示した俺が勝てるんだよっつって。次回ね、デュオでいきたいと思います。